クロオクタテトラエンは、環状炭化水素の一つ、アヌレン類の一つであり、アヌレンとも呼ばれる。1905年に、リハルトビルシテッターによって、初めて合成された化合物である。アセチレンをテトラヒドロフランに溶解させて、シアン化ニッケルを触媒として15から25気圧に加圧し、加熱しながら重合させて得られる。 通常は二重結合がすべてシス型のマイナス、シクロークタテトラエンを指すことが多い。シクロークタテトラエンは4個の強弱二重結合を持つが、分子構造では、ベンゼンのように、全原子が同一平面上にあるのではなく、二重結合がすべてシス型のものは、共鳴による安定化がほとんどなく方向属としての性質を示さない。よって、炭素原子間の距離は、 全部同じではなく、また負荷反応が起こりやすい。これらの性質は、シクロークタテトラエンのパイ電子の数が8個であり、ヒュッケル属に反するためである。しかし、カリウムと反応させると、カリウム原子2つと結合する際に2つ、電子を受け取って、ジアニオンとなり、パイ電子数が10となってヒュッケル属を満たすことから、方向属性を持つようになる。同様の例としては、 シクロークタテトライン分子二つがウランと結合した、裏の線がある。ありがとうございます。